皆さんこんにちは。はい、こんにちは。土曜日の4時半になりました。フィットネスインストラクター高田岩尾です。東京都内でフィットネスインストラクターとして活動しております。コンセプトです。はい、このフィットネス、体を動かす、体を使う喜びを皆さんにも知っていただきたい。そしてフィットネス人口がやはり増えればと思っております。そのためにこのラジオを通していろんなことが発信できればと思っております。東京から、こちら沖縄市のコザ FM コザさんで、こちらの方で30分リスナーをさせていただいております。 FM コザから、全国そして世界にそのフィットネスの楽しさを発信できればと思いまして、この30分のコーナーを、作りました。高田岩のラジオでフィットネスになります。今日も30分間お付き合いください。よろしくお願いします。というわけで、前回というか先週号になるんですね。少し会話というか内容が濃い、しかも外見も濃い、内容も濃い、そしたら人生も濃かったというねはい、先週に引き継ぎまして、紹介したいと思います。小田川フィットネスプログループ、オーナーでもあります、はい、小田川洋一さんに来ていただきました。今日もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。一応収録なんで前回と同じ T シャツを着てます。はい、別に衣装がないとかそういう問題ではありません、はい、これかすごいかっこいいです。これ、はい、似合ってますね。ちょうど自分今日変だし、黄色のこのパンツを履いてるので、この黄色とこの黄色が合うイメージなんですけど、バッチリですか。ですよね。自分は必ず限界まで短パンで生活しようと決めてるので、いつも。そうなんです。足は出しなんぼだと思ってるので、だからいつもこれでこんな格好なんですけどすごい、これかっこいい、これすごいわ。これはもう作られたんですよね。そうですね、はい、お客様のデザインで。あ、お客さんでデザインやられてる方、はい、ブルドッグにベンチプレスさせるかみたいな感じ で、シーサーがスクワットしてるのもありますけどね。はいはい、今度どうするかみたいなんでますけどじゃあすみません、先週のちょっとトークが続きになる部分もあるんですけれども、じゃあ小田川さんに自己紹介を、はい、自己紹介というかお店の紹介、はい、あ、改めました。はい、そうです、はい、先週聞いてなかったですね。小田川フィットネスプログループの代表をしております、はい、小田川洋一と申します。で、一応本店はですね、嘉手納町の方に新町通りっていうところに去年の12月25日にオープンしまして、で、まあ、そのグループ店舗でまた茶田の方にも2店舗、それから宜野湾の方も店舗はちょっと嘉手納の方に移しましたので、はい、あと那覇に1店舗ありましたが、そこも、含めると、はい、一応グループということで、はい、グループでやっておりますね、はいはい、ということは3店舗実質見てるの、自分が見てるのは2店舗、はい、はいはい、グループですもんね、はい、そうですね、グループなんで、はいはいはい、チームでやってます。はい、先週も言ったんですけど、検索するには、はい、検索するには、はい、小田川洋二で検索してもらってもいいですし、はい、小田川フィットネスプロで検索してもらっても大丈夫です、はい、小田川洋二で検索すると万が一変なのが出るかもしれませんので、そうですね変な画像とか出てきた時はご注意ください。いやいや、そんなことない筋肉の画像ですから大丈夫だと思うんですけど、いやいや、はい、大会の頃とかの、そうですね、はい、そうですね、はい、というわけで、前回というか、先週なんですけども、そのボディービルというか、そのお店を立ち上げようとするきっかけとか、ボディービルのその出ようとしたきっかけっていうのを伺った時に、その最初はもともとサッカーで空手、はい、でそこからアルバイトでしたっけ、アルバイトした時にボディービルダーが3人いたという、うん、そうですね、そうですね、はい、すごい環境だなと思いました。それが21の頃。そうです、21ですね。で、ちなみに今53です。ということは30年以上前、30年以上前でそのアルバイトをしてボディービルが3人いるっていう環境がすごいなと思って、それにどうだか触発されたんですか、やっぱ俺もボディービルやろうみたいな。やっぱ運命的な出会いって今は思いますけどね。それも運命的な、それで全く自分人生変わってしまったんで。そうですね、それで最初聞いたんですけども、俺もこんなすぐできるわと思ったんですね。そうですね、こんぐらい体がムキムキになるわみたいな。やっぱりもう誰もが、誰もがっていうか憧れてる筋肉ではあるんですけど、男だったらやっぱり、ね、そうですね、みんなそういうの持ってると思うんですけど、見せるための筋肉だから、どうしても
なんか役に立つのかなとか、まあ、日常的にね、あとね鍛えたら誰でもなれるんだろうとか、はいはい、そういったイメージがあると思うんですよ、まあ、ありますよね、見てる人はね、うん、言いたいこと言いますからね、はい、自分ももともとそういうのも持ってたので それも理解できるし、はい、ただやってみて気づいたことはすごく奥が深くて、簡単にはやっぱりこの筋肉っていうのをつけることはできないですよね。ただ自分の体をこう日々こう変えていくことはできるので、はい、やっぱりこの自分の体が変わっていくとそれが一番の楽しみになりますよね、はいはい、運動自体はやっぱきついですよ、はい、だからまあきついこととか痛みとか、はい、そういったものはもともと好きではないんですけど、いや好きな人ね、いないと思うんですよ、まあ、中にはいるかもね、中に趣味の人もいるかもしれない、痛い大好きみたいなね、それはまあちゃんとやっぱり結果にリンクしてくるから、はい、やっぱそこまで頑張りたいと思いますしね、はいはい、でやっぱり一番あのアーノルド・シュワルツネッガーの影響も大きくて、彼のやっぱり成功哲学っていうのは、はい、ウェットトレーニングの哲学も相当自分はすごくそういう気持ちでやってるんだという、はいはい、まあ、そういうのが今あのみんなにこう説明する上でやっぱりトレーニングを通していろんなメリットがあるよということをね、はい、やっぱ伝えていけるんで、はい、まあ、これからももっともっと伝えていきたいなと思ってるんです。はい、はい、ぜひあの、ね、新しく去年12月オープンしたスタジオの方にお越しいただければと思います。ぜひ検索して、はい、ぜひ、はいですよね。でその前に、大会にも出たんですよね、その若い頃、若彼氏頃に、もう自分はもう何十回も出てますんで、ね、ですよね。でそれで、前回なんかいきなりアメリカに行っちゃったっていう話を聞いたんですよ、大会で。そうですね、アメリカに行って、ま、学生だったんで、はい、もう1年間アルバイトしてお金貯めたら春休みの2ヶ月間はトレーニングしにカリフォルニアに行くっていう感じの生活それを3年ぐらい続けてました、ね、筋肉留学じゃないですか。で、あのなんか前回の話だと大会出る相手ですか、パートナーが行けれなくなったの話で前回終わってるんですけど。そうなんですよ、それでもうしょうがないから、自分英語もできないし、はい、まあ、とりあえず住むとこだけ探して、ジムの近く、ゴールドジムの近くですね、はあ、もうメッカの近くに住むとこだけ探して、もう辞書を持って行きましたね。でそれがまあ30年前じゃないですか、だけど今だったら例えばスマホで翻訳アプリとか地図も Google で調べれるとか、まあとりあえずなんとかなるじゃないですか。で自分も変なし15年前ぐらいに一人でニューヨーク行ったことあるんですけども、その時なんか携帯とかもその海外でできる携帯ってあるだかないだかぐらいの時代で、なんかメールもなんかベルバンみたいなあ、そんな時代だったんだけど、それ以上前の時に行かれたんですね。そうですね、はい、だから3日前ぐらいから寝れなくてですね。そうですよねどないなんねやろみたいな感じで、脅威ですよね。で、まあ、とりあえず行ったらめちゃくちゃ楽しくてハマってしまったって。喋れないじゃないですか、なんとかなる。いや喋らんでも生きていけますよ筋肉は喋れなくても大丈夫。大丈夫です、育ちます。食べるさえすれば。ジムで喋りながらトレーニングしてませんのでけど食べるもんどうですか。だから自分なんかも最初で英語を喋れないからオーダーができないっていうか、あ、もうとりあえずこれみたいな、あの辞書持ってましたんで、オーダーの仕方ぐらいはなんとか、あの、はい、英会話ブックみたいな。そうですねまあなんとかなりますよいやなんかね、さっきからもこの小田川さんのこのライフスタイルがこう貫く精神がすごい半端ないので、何でも自分が思ったら即行動みたいな。そうですね、多分普通は皆さんもそうだけど、思ってもまずは即行動ができないというか、一回躊躇するとか、やっぱ自分には無理とか、まずこう否定的な考えから出ると思うんですけども、そこがない、全くない。全くないってことなんですね。いやいや、ないと思います。いやいや、多分考えたら、考えれば考えるほど動けなくなると思います。はいね、で実際考えたとしても、やってみたら考えてること以外のこといっぱい出てくるんで。でもそれが何て言うかな、普通だったらやる前にいろいろ考えるけど、やってからまあいろいろ出る、そこでどうしようかなって考え方が、そうですね、なんかすごいなと思います。自分も失敗の多い人間なんでね、はい、あんまりアドバイスないかとか分かりませんけど。いやだけど、まあ、そんな話を聞きながらパーソナルトレーニングができるんですよね。そうですね、トレーニングライブなライブなトレーナーになりたいなんて思ったことなかったんですよ。全くない。なんでだってやったんですか。いや、自分選手でやってたら自分が体変わると聞きたがる人たちが多くて、はい、それを教えていくうちに、なんか自分トレーナーになってたなみたいな感じですかね
流れ自分もそうかも、うん、自分もそのフィットネスインストラクターでもう27年させていただいてるんですけども、ともとだって建築設計士目指してたんですよ。全然違いますね。違うんですよ、全然違うんですよ、うん、で別に学生の頃も水泳一本しかやってなくて、体育の成績も別にまあ変なんですよ、5段階の2か3ぐらいですもん。あーはーはー。別にその運動が好きか嫌いかというと別にも好きでもないみたいな、うん、で高校帰宅部みたいな。でそうどっか変わるんですよね、ガラって、うんうん、けどなんか自分もそのボディービルの大会に出たのがもう4年ぐらい前か、4年前になるので、それからやっぱり自分の体が、自分もこの仕事をしながらもこんなに変わるんだっていうのって初めて体験したので、なんかその40も過ぎてもう後半になって、えこんなに体が変わるのって、その日に日に変わるんじゃないですかやっぱり、それがすごいなっていう、まあ楽しさっていうか、やっぱ楽しかった、体が変わるっていう、そうですね、喜びっていうか、うん、もう早く変わってくれんかなってずっと思いながら毎日鍛えて、毎日鏡見てもなかなか変化って訪れないんですけど、それの積み重ねなんですよね、うん、けど変な話、いくつになってもできますよね、まあ、もう年齢関係ないですね。なので今聞いてる方もぜひぜひ、あのやっぱりこう人間さ、誰もがやっぱ年は重ねていくし、やっぱり正直言って老いてはいくんですよね、けどその中でもやっぱりそのまま老いてそのままずっと終わるっていうよりも、やっぱりこうなんていうのかな、アンチエイジングじゃないですけども、その中でやっぱ体がこう変わっていくっていうのをやっぱりね、もう本当にもう若かりし頃から知られてる方なので、熟知されてる方なの で、ね、自分も年齢が50になって、うん、あのまた大会に復帰したんですけどね、はい、ちなみに大会も近いですか？あ、そうですね、はい、今日何日でした？あ、一応この週、一応収録なんで大丈夫ですか、はい、今8月の終わりです、はい、あの8月31日に、はい、メンズフィジークっていう、はい、まあ、ビーチボディの、ね、はい、フィットネスみたいなコンテスト、一応放送時はもう終わってるので、多分、まあ、メダルをもう首に掲げてる状態だと思いますけどオールジャパン出て、その2週間後に今度は全日本のパワーリフティングですね、はいはい、パワーリフティング、はい、出て、え、二足わらじでやるんですか？そうなんですよ、過酷なんです。過酷ですよね。でもやっぱり50代になったから新たにチャレンジしたいんですよね。何を、なんかあるんですか、新たにって？いや、なんか両方とか、あの年齢とともにやり方は変える必要はあるんですけど、うん、あの可能性っていうのはいろいろ見出すことができるので、その年になると、それはまあもちろんこうやっぱ年齢とも考えないといけない部分もあるかもしれないんですけど、はい、可能性もありますもんね、やっぱり。そうですね、うん、で結局やっぱり自分の理想系なんですよね、はい、やっぱり力も強くて、はい、体もかっこいいっていうのがね、はい、やっぱり理想の形なんで、はい、それを以前も求めてたんですね、はい、で以前はもう全日本で社会人で優勝をデビューして、その体でパワーに出て優勝もしたから、一つの形は出来上がってたんですよ。素晴らしい、両方優勝、はい、すごいですよ、 2足で優勝ってなかなかないと思いますよ。そうですね、でやらんだけちゃいます、みんなカメラに向かってみてくださいよ、やらんとちゃう。で、もともと関西の人？そうですね、大阪ですね。ですよね、沖縄の人じゃないですよね。ええー、まあでも26年ぐらいいるかな。こっちは長いです。27年いてもさ、関西弁が抜けてないみたいな。そうですね、抜けないですね。自分も大阪で、仕事させていただくことがあるんですけども、だんだんイントネーションがよく分かんなくなってくる時あって、発音が。だんだん分かんなくなってきます、自分も。東京にいながら関西弁の人はやっぱ強いから、イントネーションが、それが抜けないのと、沖縄の人もイントネーションが違うけど喋ってると全然、あ、関西弁なの。そうですね、混ざって余計変になってます。 それを貫くのもすごいと思います。ちなみに、はい、変な質問の人ですけども、ええ、ちょうど、まあ、今この放送が9月なんですけども、はい、もう大会に出るもう 3日前、もうそんぐらいですね、もう最終段階ですよ。今体どんな感じなんですか？至って元気ですね、はい、ただ体脂肪率もある程度下がってくると不健康な状態なんでね、はいはい、競技者は結構不健康。そうですよね、ただ競技者はですね、やっぱモデルの役割をしてますんでね、はい、ロールモデルっていうか、はい、やっぱりそれだけ周りの人にこれだけ体を変えれるっていう可能性を伝えたりとか、はい、まあ、それだけ体脂肪を薄くできるんだなっていう可能性を伝えることで、みんながこう
きっかけを作って、まあこのぐらいだったらできるだろうと、はい、そういうとこからスタートしてもらったらいいかなとは思いますね。ちなみに、はい、今この T シャツを脱いでコンディショニングを見ることはできるんでしょうか。できますよ。さすが大したコンディショニング。いやほら、うん、まあ、大会近いですからね。53歳。53ですね、はい、じゃあ行っちゃいますか。ブラッと、今脱ぎます、ここで脱ぎますって。もう大丈夫ですよ。大丈夫ですか。カメラどうしますか、これ。いや、もう見えてます。見えてます。ちょっとこれ立っても大丈夫、カメラ。大丈夫ですね。これ、はい、すバリバリじゃないですか。そうですか、ね、バリバリですか。カメラ入ってますよ、これ、はい、53歳。53です。53歳で一般にこういうような会社員いませんよ、普通。これは、はい、フィジーク。そうですね、フィジークですね、はい、でそれが終わったらパワー。パワーですね。すっげー。それでこう毎日見て筋肉が変わんない変わんない変わんないってこう。いや、いい、それはもう最初の頃の話で。今は、今はまあ、なんか、なんていうんですかね、一番を取ることが目的ではないようになったんですよ、はいはい、もうチャンピオンを取ることに執着心はなくなって、はい、今はなんていうんですかね、はい、やっぱりこの周りへどういう影響を自分が与えれるのかなみたいな方が関心があるんですよね。すいません、ありがとうございます。もう今かけてね、黙々と来てね、戻ろうと思ったよね。来たみたいな。そうですよね。次回、はい、次回すいません、またどこかで出ていただいて、ええ、今度はそっちのビューイングの方で、はい、生放送でボディービルダーの人を集めて、ええ、やったら強烈だと思うんですけど。そうですね、バーカウェイの通りで。みんなでもその頃オフシーズンになって甘くなって。じゃあじゃないですか。じゃあなんかもう一回冬に大会。そうですね。まあね、まあある程度いいコンディションで普段もいたいなと思いますけどね。はいはいはい。そうですよね。うん、このまあオフでもオンでも、オフだからといってなんか極端に言うとこう、まあブヨブヨじゃなくて、うん、まあ、ある程度言い伝えれる。うん、まあ普段の生活自体はやっぱり管理された生活がしたいので。そうですね。まあ普段ベースになっている食事っていうのは基本的にも変わりませんし、はい、ただまあいつでもそういった普通の皆さんと一緒に食べれるようなものも食べますけどね。自分の体のことがよく分かれば、うん、これを食べて脂肪がついても何日で戻るとか、そういうことも分かるわけですよ。分かるんですね。自由自在にコントロールできるんで。だからね、自分もねそこら辺をねやっぱ感じるものがあって、うん、だからこう自分でこう食べ方とか食べるものとか、うん、はい、タイミングとかが分かれば、そうです、ね、結構自由自在ですよ、ね、そうですね。そっちの方が楽しいですからね。というわけ、そういった多分こう今見てる人も、やっぱこう痩せなきゃなとかさ、なんかこう体変えたいとか、うん、なんか思いながらタピオカミルクティーとか飲んじゃってるのどうですかみたいな。まあ一つ言えるのはやっぱ運動っていうのがあるから自由にコントロールできるというのはありますね、はい、でやっぱ体筋肉つけていくのはやっぱ筋トレが一番やっぱ早いと思いますし、はい、でまあ、そういうので、まあ、食事の方法もやっぱりうまく筋肉をね落とさずにするダイエットってなると、はい、やっぱボディビルの方法っていうのが一番参考になると思います。うーん、そうですよね、うん、はい、やっぱ最初ほらね、若かりしこうなんか見せる筋肉で使えないんじゃないかと思いながらも、けど決して、まあ、それだけじゃないですから、日常的にやっぱりそうですね、奥が深いし深いメリットが多いんですよ。そうだって損はないと思いますもん、うん、全然、はい、あんまりにもやっぱメリット多いんで、はい、だからそれを話するとみんなトレーニングしだすとやめないんですよね。そうですね、うん、分かれば分かる、そう分かれば分かるほど、うん、最初は、まあ、正直言うとやっぱ大変ですよ。なんかあれ食べちゃダメ、これ食べちゃダメ、ダメ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 言われるとやっぱすごい苦痛だと思うし、なんか特に女性とか、そうじゃ女性ってやっぱりこう甘いもん大好きだし、なんかほらなんかお茶会とか多分行くと思うんですけども、その中でそういうのがね少しでも分かればと思うんですけども、やっぱり強い気持ちで変えたいと思えば、はい、そのぐらいの、まあ、我慢というか、うん、そんなのはどうでもよくなってきますんでね。まあそうですね、どれだけやっぱ変えたいと思うかじゃないですかね。強い意志、女の人はどんだけ綺麗になりたいか、はい、男の人はどんだけかっこよくなりたいかっていうのを持てば、はい、そんなに、まあ、弱くはならないと。じゃあ、今こうご覧になっている方に、
何が大事かといえば強い意志ですか。そうですね、まあ、強い意志っていうのはもうか自分でこう生まれてくるものというよりもやっぱ強い目的を持てば勝手に生まれてくるものじゃないですかね。なんかよくほらなんとなく痩せたいとかじゃ、うん、まあ、弱いよね。弱いですね。誘惑にすぐ生まれてしまいますよ。なんかとりあえず痩せたいんですけど、うん、みたいな、もう徹底的に綺麗になりたい、痩せたいと思ったら、はい、ね、そんなに苦しまずしてできる範囲が皆さんの求めてるところなので、うん、はい、いや、あの小田川さんの前に自分もすごい恐縮、もう恐縮というか、もうその先輩の前に言う、自分申し訳ない、先輩の前に言うの申し訳ないの、自分はなんかね明確な目標があるのも一つかなと思うんですよ。なんか大会に出るとか、うん、だからよくね、あの、うん、なんか友達の結婚式があるので何日前に何までっていうとね結構アバウトなんで、あんまなんですよね、はい、そしたらもう大会に出るとかってなんかこう明確な目標があった方が、多分マラソンもそうですけども、うん、そしたらそれにこう向けてとりあえずは打ち込めるかなと思うんですけど、いかがでしょうか。いや、自分もそう思いますよ。やっぱり目標目的両方持ってやるっていうことですね、はいはい、ただ見た目を変えたいっていうのが目標だとしても、うん、その見た目が変わることにどういうふうな変化が起きるか、そう、そこまで想像できるとですね、はい、やっぱりより強くなれると思います、はい、いや、小田さんもね時間なんですよ。時間なんですよ。あっという間ですよ。あのまたぜひあのスタジオの方に遊びに来ていただければと思うので、ぜひ、はい、よろしくお願いします。ぜひよろしく。じゃあ最後に、こちらの宣伝を、はい、はい、あ、じゃあ自分を持ちます。はいはい、小田川フィットネスプログループの、 あの HSP ボディコンディショニングアカデミーというところが主催で、この第4回のハッピーサマーコンテストっていう、まあ、フィットネスとボディビルとビキニとかそういったカテゴリーのコンテストが北谷町のサンセットビーチで開催されます。で今、出場、あ、ま、大丈夫かな、大丈夫、大丈夫、うん、出場選手も募集してますし、はい、誰でも見に来ることもできますので、はい、ぜひ、足を運んでいただきたいけど、まずはその初めての方見に来てほしいですよ ね、 そうですね、なんかとりあえずっていうかとりあえず変で見てほしいですね、うん、こういうのなんだ、そうそう、ね、それによってはこの人かっこいいなとか、この人綺麗だなって感じで、自分もこうなりたいなとか、ね、まあ、憧れが強くなるとそこから自分が変われても、うん、ね、あの自分はお金と筋肉を裏切らないと思ってるんですよ。どうですか、子供たちも出ますので。そうなんですね、子供たち筋トレをしてるわけじゃなくって、みんなと一緒にステージに立つで、周りに筋肉マンとか筋肉美の女性たちがいっぱいいることで、まあ、自分たちがね大人になってくるとそういった運動、はい、ね、習慣っていうのが身についてくればいいなというのがありますので、はいはい、ぜひ見に来ていただきたいなと。そしてあのスタジオの方にも、スタジオというかジムの方にも、はい、ぜひあの足を運んでいただければと思いますので、30分、はい、足りなかったと思いますけれども、喋り尽くせましたか。そうですね、服まで脱いで服脱ぐ人自分初めて見ました。こうそう、ね、ラジオで服脱ぐ、そうラジオで服脱いでもね、ラジオ聞いてる人分かんないから。なので、ぜひあの YouTube の方で気になる方はご覧いただければと思います。はい、というわけで今日30分ありがとうございました。小田川フィットネスプログループ、オーナー会長でもあります小田川洋さんに来ていただきました。今日本当ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで、はい、では高台坊のラジオでフィットネス、またお会いしましょう。はい、ではさようなら。